JMB レーシングチームのフェラーリ458、イタリア。2012年のルーマン24時間レースで、フィリップ・イリアーのマニュエル・ロドリゲスとドライブ。アラン・フェルテは、フランスのレーシングドライバー。フランスのファレーズ出身。弟のミシェル・フェルテもレーシングドライバーである。彼の経歴は1981年から2012年の間に及んだ。フランスのフォーミュラでタイトルを獲得し、 国際会3000選手権やルマン24時間レースなどで活躍。ルマンには1983年の初出場から2012年まで14回出場している。日本でもレース活動しており、1996年には全日本 GT 選手権にサードから出場し、トヨタスープラをドライブしていた。F3 特に有名なモナコグランプリで優勝と、スーパーツーリズムでレースを始め、その後は、カイにそして F3000 に乗る。1983年に、初めて参加したルマン24時間レースにも、その後数回参加。1986年、ブランシェロカトップにチームブルーンモータースポーツのポルシェ956で、ベルギーのティエリーブルツェンやディディエルゼスト組んで参戦。 1988年には、フォードシエラ RS500 で、ラックツーリストトロフィーを獲得し、その後1990年に500キロのシルバーストーンで優勝し、1994年のスパフラン・コルシャン24時間レースでは、準優勝。1989年、彼は、トム・オーキンショーレーシングのジャガー・デルマン24時間レースで、ラップ記録を樹立。 1991年、ザウバー・メルセデスで主を走り開始から21時間後、フィニッシュの3時間前にリタイアし、レースに勝てなかった。その後の1994年は、ポールポジションは獲得。モータースポーツで成功したキャリア後、1998年にトラックレーシングドライバーになる。最初のシーズンで彼は83ポイントを獲得。チームは、オランダの製造業者ダフを去り、 1999年にヨーロッパのスーパーレーストラックの準チャンピオンの地位を獲得し、2000年と2001年にドイツの製造業者間を経て2002年にチェコのメーカータトラで参戦。1997年を最後に遠ざかっていたルマン24時間レースに11年ぶりとなる2008年にモネガスクのチーム JMB レーシングジャンミシェル・ブーレッシュ・デザルテに戻ってきた。成績は フェラーリ四 430GT で51位。ありがとうございます。